こんにちは、白井俊也です。こんにちは、鈴木亮平です。今日はですね、彼岸島デラックスの完成披露試写会が行われました。はい、まずはその模様をご覧ください。ありがとうございます。ありがとうございます、ね、それではまずはお一人ずつご挨拶を頂戴したいなと思いますけれども、今回ダブル主演を務められました白石さんからまずはお願いいたします。皆さんどうもこんばんは。宮本明役を演じました白石俊也です。平日のお忙しい中どうもありがとうございます。そうですね、まあ2年前に撮影は撮ってまして、公開日が決まったと思いきや延期し、決まったと思いきや延期し、ようやく決まってこうやって皆さんに見てもらうことができて非常に嬉しく思っております。今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。待ちに待ったということでございます。そしてダブル主演もう一人、鈴木さんお願いいたします。待ってました。ありがとうございます。待ってくれてましたか。全身が出てますよね、その感じが。いや、アツシの、衣装を着てくださってありがとうございます。すみません、メガネがあんまり丸くないなって気がするんですけど、それでもいいですか。改めまして、宮本アツシ役を演じました鈴木亮平です。今日はお忙しい中ありがとうございます。これは監督も公式で言ってることなので言って問題ないと思いますけれども、とってもお金をかけた B 級映画が完成しました。見ていただければその意味がわかると思います。僕は個人的には、この映画を見てテーマパークのアトラクションに乗っているような、そんな楽しみ方ができるなと思いました。今日は楽しんでいってください。ありがとうございます。ありがとうございます。第1問、彼岸島に一つだけ持っていけるとしたら何を持っていきますかという質問でございます。もう皆さん書いてあるということですね。わかりました。それではまずは人間チームから白石さん、回答をお願いいたします。はぁ、これですか。いや、はぁはぁはお客さんがやるんですよ。白石さんは普通に回答していただければ。メガネ。メガネ。あのね、僕は非常に目が悪いんですよ。はい、島行くときに目悪かったら戦えないですから。確かに。メガネ、まあコンタクトでもカーなんですけども、やっぱ視力を良くして、はい、行きたいなと思って、まあメガネ必需品かなと思ってメガネしました。わかりました。これ確かに共感する方はたくさんいらっしゃると思うんで、はーはーいただけるかもしれません。さあ、それでは続いて吸血鬼チームでございますけれども、はい、鈴木さん、遠藤さん、はい、回答をお願いいたします。もうこれは僕らはすごく本当に考えまして、考えましたね、悩みに悩みまして、もう本当に実用的に考えました。はい、ヘリ。でも帰る気満々じゃないですか。これもただのヘリじゃないです、ええ、軍用ヘリです。ブラックホークみたいなやつをでダウンしないようにしないといけない。はい、もうダダダダダダダって打ちながら、ええ、ちょっと着陸してもうすぐ帰ります。なるほど。ダダ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 ダって帰ります。バッと倒してバッと帰るという、はい、いいですね、はい、もう絶対1秒たりとも痛くないですから。確かに地獄に一番近い島ですから。そうですね、はい、なるほど。これは共感いただけるんじゃないでしょうかね。おかしいでしょ。デラックスの見どころの方で何か見どころを。映画の見どころを脱いでないからね、はい、映画の見どころでもありますよ。はい、吸血鬼チームお願いします。ですね、うん、やばい、何もまとまってないまま始めちゃった。見切り発車しちゃいました、はい、でも本当にアクション、俊也のアクションは本当に素晴らしくて、もう冒頭に我々が100人斬りと呼んでいるアクションシーンがあるんですけど、これ本当僕も見て驚きましたし、とんでもない人間離れした動きをしてまして、ぐっと心を持っていかれると思います。しかもこれ撮影したのが真夏なんですよ。真夏に俊也のこのライダース革ジャン着てブーツ履いてこれをやったんだっていうところを想像していただければ、もう白石俊也はぁはぁってなると思いますね。なるほど。あ、違う、こっちのやつだった。違うんですよ。違う。白石さん、見どころですか。はい、ルイ君がね、長い付け爪をつけてるんですけどね、
あの空き時間にですね、こう椅子座っててずっとなんかあのカニのようにこうやってるんですよ。怖い。でルイ君何やってんのって聞いたら、アリを捕まえてます。長い付け爪でアリを捕まえてたんですよ。そこはね、あの映ってないんですけどね。そんなことやりながら撮影をしてたと思って見ていただければ非常にハーハーすると思います。なるほど、本当に面白いエピソードをいただきました。これから映画をご覧になる皆様に向けてですね、お一言ずついただきたいと思うんですけれども、代表して主演のお二人にお願いしたいなと思います。まずは白石さん、お願いいたします。皆さん今日は改めまして、ありがとうございました。そうですね、あの本当にさっき亮平さんもおっしゃっていましたけども、こんなにお金をかけて、B 級映画を作ったのは近年なかったんじゃないかなと。あとなかなかこうオフィシャルで主演が B 級映画っていう映画もないよね。気持ちいいぐらい。いや僕もあの言っていいのかどうなのか分からなかったんですけど、この間監督が自らおっしゃっていたので大丈夫かと思って、まあ B 級映画なんですけど、あの本当にあのやばい、大丈夫よね。あんまりそうですね、こういう思いで作りましたとか、そういうメッセージ性はないんですけども。大丈夫？大丈夫、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 OK。自信を持って、自信を持って、よし、自信持って。ないんですけども、非常に痛快で、娯楽性のあるエンターテインメント作になっているんじゃないかなと思います。そうですね、本当にこういう、ね、関西披露とかで見てもらったお客さんの口コミが、非常にこの映画の成績に関わってくると聞いております。ぜひ皆さんこれ見て面白かったと思っていただけたならば、ツイッターとかフェイスブックとかいろいろ書いてもらって、宣伝の方よろしくお願いします。それでは楽しんでいってください。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。鈴木さん、お願いいたします。はい、そうですね、この映画はまあホラー映画でもあり、アクション映画でもあります。で、アクション映画って世の中にいっぱい溢れてると思うんですけれども、こんなにアクションしてるアクション映画ないんですよ。っていうのも多分物語中の7割くらい戦ってます。ずっと何かと戦ってます。で、それをずっと戦ってるのはこの人なので、山形で1ヶ月ぐらいずっと撮影してたんですけど、まあ、僕ら深夜以外はみんなこう、東京と往復でたまに行くとですね、もう明らかに深夜の顔が日に日にこけてきてて、こう体はごつくなっていくんですけど、顔がもうどっからどう見ても彼岸島にいる人にしか見えなくなってきて、それぐらい彼がもう自分を追い込んで、作り上げたこのアクションシーン満載の映画が絶対フィルムに映ってると思いますので、それをまず楽しんで、僕からもちょっと深夜にはここで素晴らしいという拍手を心で送りたいと思います。はい、そうですね、あと原作の彼岸島は最初はとても怖い感じで始まり、だんだん過剰になっていき、気がついたら笑ってしまうという、そんな読み方もできる作品なんですけれども、この映画まさにその面白怖さを体現しております。そこをぜひ原作のファンの方も楽しんでいただければいいなと思っています。原作で見たあんなシーンをごくごく真面目に実写化しておりますので、お楽しみに。今日は本当にお集まりいただいてありがとうございました。ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。映画彼岸島デラックスはいよいよ10月15日に公開となります。どうですか、見どころみたいなのを一つお願いしますよ。まあ、今回の映画まずアクションと、あと CG がまあなんといっても魅力な作品ですね。はい、まあ僕らのアクションそうですかね、ですかね、やっぱり僕が兄貴で吸血鬼になってしまった兄貴と人間として戦っている弟という役どころなんですけれども、この2人が兄弟で殺し合うとい う, こうちょっと切ないストーリーが、そうですね、アクションホラーの彼岸島のあの世界観で行われますので、ぜひ、見に来ていただければなと思います。皆さんとにかく
僕たちの繰り広げるアクションと、そして、CG で描かれたすごく不気味な、鬼たちとのバトルが描かれた、とても見て楽しい作品になってますので、ぜひ頭を空っぽにして映画館に来てください。よろしくお願いします。はい、まあ、両平さんがおっしゃる通りで、非常に娯楽性の高い面白い作品になっていると思います。本当に、まあ、アクション映画なんですけども、まあ、結構7割方アクションやってるんですけど、見せるアクションと感情で戦うアクションといういろんなアクションのスタイルがあって、非常にアクションが苦手な方でも楽しめる作品になっているかと思います。映画彼岸島デラックス10月15日より全国公開です。皆さんぜひ劇場にお越しください。